元韓国人パク・シンクン君、彼がですね、彼が訴えるのは参政権、外国人参政権を認めようと言ってるんです。皆さんね、もう分かったでしょう、外国人参政権がいかに危険か。もし外国人参政権、先ほど言った通り、彼らは今現在地方参政権のみ、地方で投票する権利のみを求めています。しかしね、一回こんなものを認めれば、その次は被選挙権を求めるでしょう。自分は韓国人だけれども、でも立候補させろ、必ずこうなります。そして地方の被選挙権を求めれば、最終的には国会議員に韓国人のままならせろと、このように言うのが在日韓国人なんです。絶対に認めちゃいけない。この度東京都知事選に立候補いたしました桜井誠でございます。ありがとうございます。小池百合子にしてもね、あるいは鳥越俊太郎にしても、先ほど言ったね、財源、これどう説明してます？絶対してないんですよ。なぜか、彼らにとって外国人問題が鬼門だからですよ。外国人問題に触れることができないんですね。私は生活保護、外国人生活保護を止めなさいと、外国人に対する社会保障費を止めること、もうこれだけでね、数百億円が日本人の手に戻ってくるんです。外国人生活保護を止めただけで数百億円が皆さんの手元に戻ってくるんです。外国人生活保護の問題を取り上げること、それがなぜ他の候補者にできないのか、簡単ですよね。そんなことやったら韓国人、朝鮮人にね、殺されるからですよ。そして現実問題としてね、昨日私に殺害予告が来ました。だからこれだけね、警察官がずらっと並んでるんですよ。見てください、そこの交番を。いや、そこに制服警官だけじゃない、私服のね、公安警察もその辺にずらずら並んでおります。しかしね、たとえ殺されようが何しようが、私は自分の言ってることを変えるつもりは毛頭ございません。日本人のためにね、日本の政治を取り戻すんだという、その意思は絶対に変わらないんです。今一番ですね、東京都でこの都知事選挙で足りないのは何か、それは情熱なんです。それは愛国心なんですよ。何も愛国心を振り上げて振り絞って皆さんに訴えてるわけじゃないんです。そうではなくて、皆さんの心の中にある、ね、ほんのちょっとした、ね、愛国心、それを振り絞れば決して外国勢力になんか負けないんです。一体何回政治家に騙されれば気が済みますか。皆さん、確かにね、私は品がないと言われてます、言葉も悪いと言われてます。でもね、じゃあその品が良くて言葉がいい舛添要一が何になりました。そうでしょうよ、結局人間の根本というものは、根幹というのは、その信念以外は何者でもないんですよ。その信念が問われてるんです。桜井の信念はこの国を愛するという、その一言につきます。今日はですね、調布駅と国鉄大勢の方が集まっていただきました。誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。